狭いですからね、あの、プサイの部屋は。だから、普通のレンズつけてたんじゃ撮れないんで、全体が。それで、両眼レンズをつけて、まあ撮りたいって気分になったんですよね。背拍子が裏に押し込んであって、で、ページのところが見えるって感じで、全部タイトルが見えないようになってたんでびっくりした。どうしてかって言ったら、まあそれ松田さん取り出して、パッと開けたら全部中くり抜いて、100冊くらいあったかな、その本が全部くり抜いてありました。書いた作家の概念とか、まあそういうコンセプトを全部切り取って、自分の伝えの感覚ですよ。松田豊の思想にこう、その本を染めていったっていう、取り出したっていう。まあ脳の内臓とか、人間の内臓とか、脳の海馬を取り出してるっていう、そんな感じしましたね。